広島のサッカースタジアム構想。広島のサッカースタジアム構想は、広島県広島市内におけるサッカースタジアム建設に向けた関係者による様々な試みのことである。広島は、戦前からサッカーが盛んな土地であった。広島高等師範学校開校4年後の1906年、明治41年に行われた運動会で初めて広島で、 サッカーが行われ、1919年、大正8年第一次世界大戦後にの島の、二の島県役所捕虜収容所にいた、ドイツ人捕虜と広島講師で、初の国際試合が行われた記録が残っている。1960年、昭和35年11月30日全広島対、ロコモティフモスクワ戦から5度にわたり、広島市民球場、旧広島市民球場で、 サッカーが行われたこともある。この状況にサッカースタジアム建設構想が上がり、1950年代以降数度に、渡り、具体化していったものの、広島は、大高は水系下流の三角州に形成された狭い、平野という地理的要因、地元財界の財政的要因、神社仏閣の他に、被爆建物と、広島特有の多様なコントロールポイントがある。 都市計画的要因もあり、なかなか進まないでいる。なお、2012年現在での地元 TV 局が調査したアンケートでは86%が建設賛成に票を投じている。一方で2013年10月中国新聞による電話世論調査では賛成38.2%、どちらとも言えない42.6%、反対16.5%となった。 以下は、候補地として上がった場所。戦後、広島市への原子爆弾投下からの復興の最中、1949年、昭和24年広島平和、記念都市建設法を制定され、広島市中心部に、広島平和記念公園建設が計画された。この中で、浜井晋三市長は平和公園構想のほかに、元町の広島城から旧大田川に挟まれた。 一体落とし公園あるいは運動公園とする構想を持っていた。1951年、丹下建造グループが計画した当初の平和公園計画にもこの構想が盛り込まれており、その中で球技広場を現在の広島美術館付近、右写真参照に配置し、その北側の現在中央公園がある場所には陸上競技場を配置する計画が立てられた。なお、 戦後一時期まで、神谷町交差点から、広島城までの小井城通りは、GHQ のダグラス・マッカーサーにちなみマッカサー、道路と呼ばれ、その上端に計画されたスタジアム構想、陸上競技場の方であり、球技広場ではないのことを、マッカーサー・スタジアム構想とも呼ばれていた。同時期に、全国大会で対頭し始めた、東洋工業中級分も決まったグラウンドを持っておらず、 交通の便の良さから、広島県立広島国体寺高等学校をメインに、しないだかグラウンドを点々とした。1957年、昭和32年天皇杯決勝、東洋工業隊、中大クラブは、この国体寺高校で行われた。1965年、昭和40年、日本サッカーリーグ、JSL が開幕してからも、 市内高校グラウンドで公式戦を開催する状況は続き、国際試合や国内主要大会も1967年、昭和42年 JSL 東西対抗戦まで5度広島市民球場で開催された。この状況にサッカースタジアムの建設論議されるようになり、浜江構想の場所も候補地の一つとしていた。しかし、当時の JSL は集客が見込めないこと、 放送を持っていた浜江が1968年、昭和43年に急成したこともあり、実現には至らず、結局広島スタジアムを主に使うことになった。1970年代以降、オイルショックの影響により、広島経済の地盤沈下が進みサッカー界にも影響して停滞していったため、その後建設論議は再燃することはなかった。1992年、 平成4年、広島アジア大会のメイン会場及びサンフレのホームスタジアムとして、広島広域公園陸上競技場、広島ビッグアーチ2013年より命名権により、エディオンスタジアム広が建設された。建設当時は日本に5万人入る、競技場が少なかったこともあり、脚光は浴びたが、次第に問題点が浮かび上がった。一時は、 サンフレ側も公式戦開催を敬遠していたほどであった。さらに2013年から始まった J リーグクラブライセンス制度が追い打ちをかけている。サンフレは2015年現在 J1 クラブライセンスが通ったもののトイレの数と屋根のカバー率について B 等級準備不充足で制裁対象となっている。以降のクラブライセンス審査で計画の進捗が見られない場合には 今回の制裁が開国に変わる通知をクラブライセンス交付第一新機関から受けてる。このうちトイレに関しては予算化され、平成30年度の様式化改修工事で充足する見込み。2002FIFA ワールドカップの日本開催が決定し、1993年、平成5年に1月、その開催地として広島市は立候補した。 日韓共同開催になった場合でも当時は5万人、収容できるスタジアムが国内に少ななったこと、さらには、ジョアン・アベランジェフィファ会長が被爆による惨劇から立ち直った、この地を平和のシンボルとして W 杯でアピールするべく、候補地に強く推薦したこともあり、当地での開催は確実視されていた。しかし、ビッグアーチを、 当時のフィファ規則に満たすスタジアムに改修する場合、バックスタンドへの屋根の仮設と座席改修工事には約150億円が必要とされ、さらに共済に変更されたことで開催試合数が最小の3試合となる可能性が高くなったことから、市は費用対効果を鑑み再検討することになった。結果、1996年、平成8年、平岡隆市長は、 正式に見送ると発表、広島市は開催地から外されることになった。これには、長沼県 JF 会長をはじめとする広島出身のサッカー関係者が悔しがり、市はマスコミから激しいバッシングを受けた。2002年、平成14年 W 杯開催地から外れた代わりに、サッカーブラジル代表のキャンプ地として誘致しようとしたが、財政面の問題からまたも逃してしまう。 同年末のサンフレ J に降格も重なって、県サッカー関係者の中で何か起爆剤を欲していた。2003年、平成15年2月、広島市長選にて、サッカースタジアム建設を公約に掲げていた、秋葉忠都が市長に再選されると建設の動きが急加速し、藤田雄山県知事、野村尊敬県サッカー協会会長、宇田誠広島商工会議所会頭、 久保正隆サンフレ社長もこれに同調した。同年4月1日、関係者9団体で、スタジアム推進プロジェクトを発足、J2 広格の責任を取って現場から離れた、今西和夫が事務局長に就任した。経済波及効果も考慮に入れ、収容2万人、観客席は屋根付き、工事費は100億円以内での建設を目指して、10カ所ほどあった。 候補地から次ににげるご案に絞り込まれた。広島東洋カープの本拠地が、まずダズーム、ズームスタジアム広島に移転するのを機に、市は民間に向けて、跡地利用の提案募集を行い、様々な専門家で構成する委員がそれを判定する、広島市民上跡地利用検討会議を設置した。その中で、サッカー関係者としては念願であり、 野球ファン含めたその他の市民には戦後の広島復興の象徴としての市民球場を保存、活用できる財界や地元商店街もある程度の集客が見込めるとして提案に上がったのがサッカースタジアムにすることだった。一方でこの地は世界遺産である原爆ドームに近接しており新たに大型施設を建設することにより危機遺産に登録されるのではないかと一部で 懸念されていた。2006年、平成18年4月、原爆ドーム、高さ約25メートルから、わずか200メートル先に高さ45メートルのマンション建設が発覚。これに建設反対運動が活発化したことにより、周辺の景観保全への意識が高まることとなった。結果、同年5月21日、広島市民、球場後検討会議第 スタジアム案がすべて閉鎖された空間が新たに出現し、大規模施設によって、広島平和記念公園と広島市中央公園が分断される計画であるため望ましくないと評価され、没案となった。その後、財政的な問題や他の大型公共工事計画などにより後回しとなり、スタジアム推進プロジェクトは事実上止まっている状況となった。2007年、 平成19年1月、今西は事務局長を退任した。ただ球場跡地利用も決定したわけではなかった。そもそもミニを反映することが目的であるはずの検討会議が委員を選抜する段階から不透明であること、その後に決定した優秀案では集客力が不足すること、球場の保存、活用の可能性が薄いことなど不満が続出した。 2008年、平成20年9月、市が、球場整備の基本方針の叩き台をまとめ、意見を募った。これに対し、折り鶴保存、展示施設建設の是非及び、球場の保存、活用が盛り込まれていないことに、市民再検討を要望し、解体反対署名を集めたり、独自でシンポジウムを開いた。その中で、サッカースタジアムに改修する案を再び、 話し合われるようになった。これに、県サッカー協会も動き、2009年、平成21年1月8日市に対し、跡地にスタジアムを建設する要望書を提出したが、市は、サッカー専用では年に約20試合しかできず、難しいと否定的な見解を示した。なおこの跡地開発は以降も2点3点しており、その度にサッカースタジアム建設候補地として上がる。 状況である。2009年4月、マズダ・ズーム、ズーム・スタジアム・広島が会場。次は、サッカースタジアム建設を、という声が、サポーターのみならず、政財界の中でも上がるようになった。同年10月、この流れを受けて2006年以降止まっていた、スタジアム推進プロジェクトが、再立ち上げした。前回検討時と、経済状況や土地行政などが変わったこともあり、 一度白紙に戻して改めて検討し直すこととなった。2011年1月から県サッカー協会を中心に建設要望のための署名活動を開始した。2012年8月、県サッカー協会会長義徳達三サンフレ社長元谷雄一サンフレ講演会会長加藤義明県県体育協会会長の3社は連名で県 知事湯崎彦ひ市、市長、松井和ずに、対、スタジアム建設要望書を提出した。また、同三団体は、スタートフォーユメスタジアム広島をキャッチフレーズに、全国的な署名活動やシンポジウム開催など、積極的な広報活動を開始した。これら活発な活動開始の背景には、2012年の J リーグでのサンフレ優勝に加え、2013年から始まる、 J リーグクラブライセンス制度に対応しなければならなくなったことが大きい。なお、スタジアム建設に関する署名は2013年1月21日現在で37万579件集まり、同日に県及び市に提出、さらに署名を募っている。これらを受けて、湯崎県知事、松井市長及び深山秀樹広島商工会議所、会答、県広島ガス会長は、 サッカースタジアム建設に向けて前向きな発言をし、論議を進めることを約束した。2013年3月現在で実質的に候補地として絞られつつあるのは以下の3地区。その後、県サッカー協会とサンフレッチェ、サンフレッチェ公演会は旧広島市民球場跡地をサッカースタジアム建設のための候補地として、 建設の実現に取り組むことを表明している。2013年6月、県、市、広島商工会議所、県サッカー協会の4社は、具体的に進めるため、協議会を設置し、有識者による検討委員を置き、翌2014年3月に、最終報告書をまとめる方針となった。検討委員会での協議は長引き都合18回も、会合を重ね、 2014年11月最終的に絞り込めないとして、旧市民球場跡地と広島港公園の2案にまとめ、上記4社に提出された。一時は中央公園の広場と旧市民球場跡地が一体で、中区広島中央公園敷地内として候補にされていたものの、その敷地内の中央公園自由広場、芝生広場は立地上東西長く、 ピッチの理想方向である南北方向への拡張が難しく、さらに市営住宅等の周辺住民への騒音などの悪影響も考えられ、中央公園の広場は候補地から外され、中区広島中央公園敷地内は無除外した旧市民球場跡地として候補地にされた。県東協議会2015年1月解散の答申を受ける形で県、市、 将棋所は、作業部会を設け、ここに、サッカー協会及びサンフレは加わっていない、旧市民球場跡地と、広島港公園の比較検討を行う。2015年7月、湯崎彦広島県知事、松井和美広島市長、深山秀樹広島商工会議所会頭、広島ガス代表取締役会長によるトップ会談が行われ、検証結果から、 旧市民球場跡地は、多機能化、複合開発、スタジアムの規模に課題がある。広島港公園が優位と考える、湯崎知事との認識で一致し、最終判断にはさらに詳しい調査を行い、宇品地区を中心とする、物流拠点の交通対策などを検討する必要があるとした上で、年度内にも結論を出す方向性が固まったと、報じられる。具体的には、 3万人規模のスタジアムを旧市民球場跡地に建設しようとすると周辺の高さ制限の関係から地盤の掘り込みが必要になり結果的に旧市民球場跡地では約260億円広島港公園では約180億円の建設費用となり広島港公園に作った方がコスト的に優位であるとするものであったこの動きに対し 広島港公園周辺の物流業者で作る広島港振興会がサッカースタジアムが建設されることで試合開催日に広島港周辺で渋滞がひどくなることで物流が滞り港湾運送事業だけでなく県内経済に重要な影響が出るなどとして強く反している一方県市商議所の動きに対し サンフレの久保正隆代表取締役会長、エディオン代表取締役社長は2016年3月3日に記者会見を開き、旧市民球場跡地への独自のスタジアム建設案、広島ピースメモリアルスタジアム、広島ピースメモリアルスタジアム、歌唱を発表する。旧市民球場跡地にサンフレが当初より主張していた2万5000人規模の サッカースタジアを建設するというもので、これにより、作業部会が想定していた地盤の掘り込みが不要となる。ことから、建設費用は、広島港公園の180億円、インフラ整備費を含まずに対して140億円にまでさえ、込むことが可能になって、コスト面で逆転するというものであり、加えて、旧市民球場跡地に建設する場合は、エディオンと久保会長個人が、 建設費のうち30億円を拠出し、残りは寄付金と都との助成金を充当した上で、スタジアム建設のための公募債を発行し、償還原資はサンフレが負担する、または建設主体となる特定目的会社、SPC が金融機関とエデオン化、建設資金の借り入れを行うことで、県、市の負担を実質なくすことができるスキームを想定していること、 仮にサッカースタジアム建設予定地が広島港公園に決まった場合、サンフレは、スタジアム使用料や観客の輸送コスト負担などで、共用開始後2年で、債務超過に陥るとして、広島港公園のスタジアムを本拠地として使う予定がないことを明言した。この発表を受けて、県、市、将棋省は2016年3月29日、この案。 サンフレアンはこれまで、作業部会が検討している内容とは、収容人数等の前提が異なり、また、整備費の基礎となる仕様の内容等が示されていない。作業部会がサンフレッチ広島へ依頼した、確認事項へのご回答をいただいていないなど、現状では確認作業を、意見交換ができていないとサンフレッチの対応を批判した上で、年度内にも開催するとしていた、県。 し、証議書による結論を出すための三者トップ会談を延期し、結論の判断を先送りすることを発表した。サンフレ側は、事態の打開に向け、県、市、証議書にサンフレを加えた四社での公開トップ会談を開催して大まかな方向性を定めるべきだとしており、トップ会談の必要性については四社で認識が一致しているが、県、市、証議書は、 トップ会談の前に、事務レベルでの意見のすり合わせが必要だとして、サンフレと三社の考え方の隔たりがなかなか埋まらなかった。膠着状態の打開に向けて、深山将棋所回答が調整を行った結果、サンフレのスタジアム案発表から5ヶ月経過した2016年8月10日に、ようやく県、市、将棋所、サンフレによる四社トップ会談が実現、出し非公開で行われた。 会談後に記者会見した深山会頭は県、市、将棋所が優位と位置づけた港公園案とサンフレノース旧市民球場跡地案では4社が納得する結論を得るのは固いとした上で同案にこだわらず検討委員会で示された他の候補地を含めて再検討することで4社が一致したと説明した。久保会長は 旧市民球場跡地がベストとの考えは変わらないと主張つつ、町づくり全体を考え、広島にとっていいと理解できれば、協力したいとある程度歩み寄る姿勢を見せている。その後、9月14日に行われた2回目の4社、トップ会談の席で、県東協議会で一旦候補地から除外された、中央公園自由、芝生広場を、第三の候補地として加えることを、 深山会頭が提案。湯崎知事はこの案に同調し、久保会長も従前からの主張は変えないながらも、利便性の高い市中心部にあることから容認する、意向を示した。一方で、松井市長は、検討協議会で、中央公園が候補地から除外された要因の一つである、元町住宅への悪影響について、隣接する団地の住民の理解や協力を得ることが、必要。 騒音や観客、車の動線など検討しないとならないと指摘している。深山回答は年内に方向性をまとめたいとしている。一方、当の元町地区住民からは全会一致で建設反対を表明されており、中央公園案は暗礁に乗り上げている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。